トロロッソ STR-1 はスクーデリアトロロッソが2006年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ミナルディを買収して発足したトロロッソにとって最初の F1 マシンとなる。兄弟チームであるレッドブルが2005年に使用した RB1 をもとに2006年のレギュレーションに合わせて回収したものである。 本来であれば、オリジナルマシンで戦うというコンコルド協定に違反するが、国際自動車連盟のマックスモズレー会長が、元となったマシンを製造したのは、レッドブルレーシングではなく、すでに消滅したジャガーであるため、協定違反ではない、との公式コメントを出したことで、正式に使用が認められた。この年から2に4リットル V8 エンジンを使う、ことが義務付けられていたが、特例として、 回転数などを制限したコスワース3リットル V10 エンジンの使用も認められた。リストリクターと回転数規制シーズン序盤からコンスタントに10位前後で完走していた。そしてアメリカ GP ではビタントによりウッズが8位入賞しチームに初ポイントをもたらした。ヘンリー・アラン・オートコース2006から2007クラッシュメディアグループピアニッシュも 82? 83ISBN1 から905334から 15X。ありがとうございます。